1973年6月30日の日食は、1973年6月30日に観測された日食である。ブラジル、ガヤナ、オランダ領ギアナ、ポルトガル領、カーボベルデ、モーリタニア、マリ、アルジェリア、ニジェール、チャド、中央アフリカ、スーダン、ウガンダ、ケニア、ソマリア、イギリス領セーシェルで、回帰日食が観測され、大西洋の領岸から、 西インド洋までの間の広い範囲で部分日食が観測された。最大の持続時間が約7分4秒で、1955年6月20日から2150年6月25日までの間に持続時間の最も長い回帰日食である。紀元前4000年から西暦6000年の1万年間に日食が23,740回あり、 そのうち6326回は、回帰日食である。ただし、持続時間が7分間を超えるのは59回だけで、ある。コンコルド旅客機での空中観測も行われ、回帰食の持続時間が74分に伸ばされ、史上最長の観測時間である。回帰体が通過した回帰日食が見えた地域は、ブラジル最北端のごく小さい部分、ガイアナ。 オランダ領ギアナ北部、ポルトガル領、カーボベルデのサントアンタン島とサンビセンテ島、モーリタニア、マリ共和国北部、アルジェリア南部、ニジェール、チャド、中央アフリカ最北端、スーダン南部、ウガンダ北東部、ケニア北部、ソマリア南西部、イギリス領セーシェルのアルフォンス諸島だった。海域色の最大は、ニジェールのアガデス州、チロゼリーヌ県にあった。また、 海域日食が見えなくても部分日食が見えた地域はアメリカ合衆国のフロリダ州東部沿岸、アンティル諸島東部、南アメリカ北東部、アフリカのほとんどヨーロッパ南部、アジア南西部だった。海域食の観測時間を伸ばすため、アメリカのロスアラモス国立研究所の科学者は2機の飛行機に乗り、月の本影の経路に沿って空中で観測した。2機のうち1機は、 コンコルドの原型1号機であるで、フランス人テストパイロットのアンドレ・トゥルカに操縦され、アメリカ、イギリス、フランスの科学者を乗せた。飛行機でコロナ研究用の機械が設置され、ピエール・レナ、セルジュ・コッチュミーなどは測定器と月の影の移動を撮影するカメラを持った。飛行機は、スペイン領カナリア諸島のラスパルマス・デグラン・カナリアを出発し、南へ、 西サハラを縦断し、10時53分30秒に、モーリタニアのアドラル州上空で月の本影に入り、本影の移動経路に沿って東へ飛行し、モーリタニア、マリ、ニジェール3カ国を横断し、12時7分24秒に、ニジェールのディカ州がチャドと国境を接する地域付近で、月の本影をで、飛行方向を南に変え、45分後にチャドのシュトンジャメナに着陸した。 着陸の時はまだ部分日食中で、部分日食は13時34分に終わった。飛行機は、マッハ数2.03の速度で17000メートルの高さで飛行し、回帰食の持続時間を地上の10倍以上に伸ばした。地上の最大持続時間は約7分4秒で、すでに回帰日食の中で数少ない7分間を超えた例の一つで、 飛行機での持続時間は74分間を超え、史上最長の観測時間である。この観測には飛行の精密さが必要である。予定時刻より6分早ければ、月の本影を待つことに42分を費やし、飛行機が着陸準備状態に入らざるを得ない時によって、回帰職は32分しかなく、予定時刻より6分遅れば、月の本影が寸前に去り、 回帰職を完全に見逃すことになる。不安定な大気の流れに余地を残すため、パイロットのトゥルカは予定時刻の20秒前に離陸し、必要な時は空中で減速により到着時間を遅らせると決めた。結果、飛行機は予定時刻とわずか1秒の差で月の本影に入った。 歴史上次のコンコルド機での回帰日食観測は1999年8月11日だった。もう一機はボーイング NC-135 だった。同期は1966年11月12日にも回帰日食を観測する科学者を乗せてブラジル沿岸に飛行した。1973年、月の本影に留まる時間は13分だった。また、 アメリカカリフォルニア州南部のサンアントニオ山大学のダグラス DC-8 チャーター機も150人を乗せ、アフリカ東海岸上空で月の本影に入り、3分間続いた。20秒ごとに椅子を回し、乗客は3万5000フィートの高さで交代で、回帰日食の観察と撮影をした。ありがとうございます。